の自分の声がこうあんまりこういう風にならないように、まあ、よく聞いて合わせていった。あー、もう一回お願いします。さん、はい。あー、 OK。伸ばして同じ音伸ばしていきます。こういう感じ。
小節数増やします。いいっていうまで、じゃ続けていきましょう。いきます。あー、いきます。さん、はい、あで、うん、
こういう手を試してから、そのラインで、このラインで、こういう、この長さみたいな、こういう練習方法が私はいいと思う。うんうん、で、その、まあ、上から辛く入れてとかっていろんなことを言うんですけど、多分それは言語化したときにそういうふうに正解を言っていることで、実際は今立っている状態が自分の体がどういう状態かっていうのを常に認識できているといけない、フィードバックが来ている状態で続けられていけないので、とここにここっていうのは決められてたら、その状態があれば勝手にそこに、もうそれは自分で行動をするっていうのではなくて勝手にそこに行く、乗れるようになって、すごく簡単なシンプルな話なんで、やっぱり大事なのは全部運動をしっかりしてやるっていうことですね。うんうん、はい、そうそうそう。で、さっきみたいな、あの全身こすっとけば感覚が出てるんで、ほとんどそれを削ぎ落としちゃった方がいいと思う。できる、そのこの高さっていうところだけに集中する。イタリアの方で何ていう方がいて、まあ相当出すんですけど、高い音しか考えてないですよね。うん、でも実はこうドレミファソラシドって全部その人の身体感覚でそこの位置に行けば絶対大丈夫って決めてあるんですよね。だから私のでもここって決めてるから、その人たちを見て正確にイタリア結構クリアにドイツよりもっと行ってる、だからもう引き出し全部決めてる。だから調整するときはもっと前のところで調整してて、今日はまず1ヶ月間この位置で動かさない、うーん、という方法もある。うんうん、でも私それに近いの感覚か、なんかここ、この音はこれ、これっていうのがある。これがどって言われるとちょっと困るんですけどここはどです、私のどです。でもなんかそれぞれの私のどはここでいいそうです、ね、それぞれのどでだからハンドサインもそれ近いのかな。ハンドサインはそうです、見え化してるからね。Thank you.
乗れなくなっちゃう。働いちゃう、結構乗り遅れちゃうもんね。そうね。